東道高沢。東道高沢は、伊説藩の、第十代藩主。元は、伊勢被災藩の、第十二代藩主。東道家、宗家十代で、被災藩東道家十二代。被災陣屋の主。天明元年、1781年4月2日に、生まれる。完成二年、1790年10月29日、第十一代被災藩主、河野部の養子氏となり。 養父が死去すると、被災藩主となった。完政七年二月十五日、将軍、徳川家成にお目見えする。同年十二月十七日、従五位下左佐根将源に除任する。完政八年四月十八日、初めてお国入りする許可を得る。藩主就任直後は幼少であったため、過労の東道八座の補佐を受ける。被災藩は、藩主の創生や、 本家の津藩主への転任が多かったため、藩政が安定化せずに混乱し、財政も急防化していた。成長した高沢は、藩政改革を試みる。完成9年、1797年に偽装石米制度を制定した。これは、藩主の治業や淵米のうち、100分の1を積み立てる貯金のようなものであった。そして、高沢はこの資金をもとに、藩内における、 新たな事業資金にしたり、経済的に急防している者に対しての貸付金にしたり、さらには、犯行の運営資金や、災害復興費などに充てた。父で、津飯を継いでいた、抗玉もこれを助けている。他にも、法令の整備、行政機構の改善、後期の引き締めなどを行って、乱れていた反省を立て直した。なお、偽装赤米制度は、廃藩置県まで継続され、 最終的には116,800両も積み立てられたが、長期にわたって継続することができたのは、高沢があくまで資金を公的に使い、私的に使うことを厳禁していたためであると言われている。文化三年、1806年2月24日、津半主高玉の着村子、辰美、高沢の二位高、数の子が創生した。ついで、同年8月26日、父である、 津藩主高玉が死去した。そのため、同年10月12日、被災藩主であった高沢が本家を継いだ。被災藩主は高沢の弟である高前が継いだ。被災藩主から津藩主への転任は、上述の通り藩政に混乱を来すほど状態化しており、父、高玉に続いて、高沢も新たな一人となった。同年12月16日、14位下に昇進し、 泉守に改めた。文化5年12月16日、自重に入管した。公局の津飯主時代にも、財政再建を主とした反省改革が行われていた。金融政策、食産工業、土地制度改革がそれである。ところが、金融政策において、借金の防引を強行し、土地制度においても近隣制を目指した結果、 それまで地主であった者たちから反発を受けたため、反省改革は挫折した。このため、公局の評判は、藩内で非常に悪かった。そのような中で後を継いだ高沢に対しては、その政治手腕に期待する者も,も多かったが、同時に反発する者も,も少なくなかった。そのため高沢はまず、藩内における支持を得るため、免服を常に着て、失素倹約を自ら率先して行った。 自らの生活費などの出費を切り詰め貯金し、10年後には1000両以上の貯金を築き上げたとまで言われている。このため、高沢に反発していた家臣もその政策を支持せざるを得なくなり、倹約にも努めたと言われている。高沢は津藩の反省改革には、被災藩と同じく法令の整備や行政機構の改善、犯行、有造館の創設などを手始めに行った。 被災から藩主を迎えるのが状態化し、安定した家督相続が行われない状況下で、津藩でも藩政が不安定化で財政が急防化していたのである。財政再建のため、灌漑用水の整備や産業の育成などにも努めている。さらにこの頃、津藩では工期が緩んで不正が相次いでおり、領民も苦しんでいたが、 高沢はこれを解決するために官能型という制度を作り、新しい役職を設置した。これは、高沢の信任における者が就任し、定期的に領内を巡察し、民情を自分に報告させ、農政指導にも当たらせるというものであった。高沢も折を見ては自ら領内を巡察したと言われている。また、灌外用水などの治水工事にも大きな成功を収め、これによって、 領民の生活は再建されたという。これに感謝した六十五の村の領民が年貢でも、ないのに、藩主に対して二百四十票を献上したと、言われている。高沢は、政治手腕にも優れていたが、教養人、文化人としても優れていた。津藩は大半であるにもかかわらず、それまで藩校がなく、雄造館が創設されたのは、高沢の時代のことである。高沢は、 有能な人材を求めて、有造館の他に、忠広堂、吉正寮、ありつね寮などを創設し、藩主の指定は、もちろんのこと、寮民にも、教育の奨励を促した。この藩校創設の時、高沢は、津坂、東洋を登用して、国学や標法、武術、洋学、医学、西洋数学を取り入れたのである。教育普及と進んだ、教育の取り入れには、 東洋の手腕と高沢の学問好きが一員していたとも言える。このように高沢の反省改革は財政再建、人身集団、教育制度確立、反省の安定化などいずれも成功を収めた。高沢の父、皇玉は厳しい反省改革を行って神仏の敵とまで呼ばれるほど領民から嫌われていた。それに対して反省改革に 大いに成功を収め、領民にも前世を施した高沢は、領民から大いに慕われていた。高沢は文政七年、1824年12月17日に44歳で、病死するが、この時領民の多くが高沢の病気変異、いわゆる、お命ごいを願って、神社仏閣に対して祈願したと言われている。これは、高沢や家臣が支持したものではなく、領民が、 自発的に行ったものであった。これを見てもわかるように、高沢の政治は、領民から大いなる支持を得ていた。高沢は、江戸時代後期の名君の一人である。当時、44歳は若いとは言えないが、高沢がもし長命だったなら、藩の行く末は、大いに変わっていたと考えられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。